美穂子さんが書いてくれた大事な大事な、はい、はい、こんばんは。スイッチ入ってるね、入ってるね、大丈夫だね。よし、はい、じゃあ31回目の芝木 TV です。9月1日月曜日、7時を回りました。回りました芝木 TV。 はい、芝木ショップという静岡にあります木製雑貨屋の店主の柴田が、毎週いろんな職人さんとかシンガーさんとかね、企画やってる人を呼んでるんですけど、今日はもう娘のような、娘のような、隠し子ではございます。はい、はい、さて、先週はですね、リトモちゃんもよく知ってる、ハピママカフェの代表の池田さんが、はい、いよいよ今週末、駿府匠塾の方で、はい、ハピママカフェの、11回目って言ったかな、そこも、だから10回やったから、始めてから3年とか経って、やっぱこう当時お腹にいた子たちが、もうちゃんとした子供になってたりとか、お姉ちゃんで一緒についてきた子たちが、うん、早ければママになる可能性がある年じゃんね。中学生でついてきた子とかがさ、もう20歳とかになる可能性もある。確かに。そう、そんでこれからのハピママどう変わっていくかとかっていうようなね、お話もしてくれたですよ。はい、なるほどね。で、そんな中で今日は本当に可愛らしい、まあよく言うリトモちゃんに来てもらいました。まあね、喋っててもどう歌う歌うのって分かんないから、じゃあ一曲ここでお願いします。人、はい、待ちがいいですよ、あなた様。深夜の声、私の好きな人、260はもう遠くない。ただ気になるのはあなたの好きな人。
あなたは私の好きな人、あの子はあなたの好きな人、暇つぶしの はい、ありがとうございます。さあ今日のゲストは、はい、高校生シンガーソングドランカーじゃないんですね。ドランカーではないですね、うん、シンガーソングライター、ライターリトモ、リトモです。よろしくお願いします。今の歌が、今の歌があなたの好きな人っていう、あ、まあ、あの可愛らしいルックスからはちょっとどぎも抜かれるいや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 会場の空気全部いっぺんに吸われるような感じの、いやいやいや、魅力を持った子なんですけど、彼女ね、やっぱそれが認められて、それこそあの菅氏香さんが全国ツアーの時に、はい、各地方のアマチュア、うん、プロアマ、問わず問わず、うん、で応募したところ、はい、ピックアップされまして、初舞台が菅氏香のオープニングアクト、オープニングアクトという、はい、すごいもの持ってる子なんですけど、いやいやいやありがとうございます、ありがとうございます。でもそうだよね、僕は最初に聞かせてもらったのが青健さんのライブのオープニングアクトだったのかな。そうですね、うん、やっぱり出てきた時は小柄な可愛らしい女の子って感じが、歌い出すとまたね、その時のこうちょっとおどおどした感じとかも可愛い、おどおど、ちょっとね、うん、おどおどしますね。あの時はだってピックが始まったんだから、そうピックが挟みながら歌ってて気づかなかったっ、うん、それでも鳴ってたけどね、ある程度。あ、本当ですか、うん、一部の人にはバレてる、うんうん、まあね、音が変、うん、そう、そんなおっちょこちょいの部分もある可愛らしい18歳のリドモちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しまありがとうございます。18歳ってことだけど、歌はいつ頃から始めたの？私、歌、うん、歌始めたのはいつってことはないんですけど、うん、一応曲書くのと、はいはい、アコギを弾くようになったのが中学2年生の時だったので、うん、はい。それじゃあまあ5年とか6年とか弾いてるよって感じなのかな。4年 ?5 年くらい、4、5年だね。もともと何、なんか楽器とかやってたりとかしたの？いや、全くできないですね、他は。うーん、手拍子もまな、ままならリズム感がリズム感がちょっとないかもしれない。あでもその中で、あ、曲作ってみたいなと思って。そうですね。でもギターとかじゃあどうしたの、その時は。最初は、最初だからなんか、あ、そう、お父さんのギターは一応あって。お父さんミュージシャン、お父さん趣味で、趣味でちょっとやってたけど。じゃあ今は自分の方が上手い？いや同じレベルぐらい。同じ、同じ、えらい。お父さんパッと、ちょっと家帰ったら怒られちゃうかもしれないから、うん、あ、じゃあお家にあるギターをちょっと引っ張り出してみて、こう、はい、そうですね、親父にちょっとこうコードとか教えてもらいたり。お父さんに教えてもらった記憶はないんですけど、お姉ちゃんがクラシックギター習ってて、はいはいはい、それでちょっと習ったぐらいですかね。なんかスクールとかは行ってないって言ったもんね。お姉ちゃんは行ってましたけど、私は行ってない。独学でやっちゃった。独学でやっちゃった。すごいな、それ。まあだからある程度才能があったんだろうな、4年5年でここまで来れるって言ったら。いやでも始めた当初は私手がちっちゃいんで、はいはいはい、あのそんな上手くならないだろうって家族に見込まれて思われて。でもギター弾きの人ってさ、2種類って、あのすごい手が小さい人と、こうすごいこうヒュッて長い人と2種類いるよね。自分はあの布袋寅泰さんとか好きなんだけど、あの人が手小さいんだよね。へー、すごい上手ですけど、ね、うん、上はもうこれで押さえちゃった。あ、弾き方だしね。へー、へー。で、何、もともと詞を書くのと曲の方は、まあじゃあそうやってね、ギターを得て、そっから音をつけれるようになって、詞とかはもともと好きだったの？
詩はまあ詩というか歌詞書くのは好きでした。歌詞書くのというより、うん、歌詞で曲を好きになる感じだったんで、元々。ああ、なるほどね。そう、はい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 、歌を聞くのに。お、自分はどっちかというと聞いた時の曲調で好きになって、後から歌詞を見る人だから。あ、詞を書けって言われても絶対書けないっていう、うん、そこがあるからね。お、歌詞を聞いて、あ、この歌いいなと思って好きになってみたい。歌詞を聞いて。あ、だから自分は結構洋楽でも邦楽でもあんま変わんないのよ、最初聴いた時の好きになり方は。あ、この曲かっこいい、曲調かっこいいと思って、うん、しっかりもう一回歌詞カードを見る、もしくは和訳を見てみたりとかするから。へー、そう、その詞が書けるか書けないかはすごく、うん、うん、自分の中では全然未知の世界というか、わからない。まあ、自分でもよくわかんないんですけど、理論的なこととか何もわかんないので、もう適当。いいんだよ。適当。適当。もう今あるものはもう真似したってしょうがないんだから、自分で作ってから。そうですね。そうそうそう。クリエイティブ。クリエイティブな世界は、ルールなしだ。ルールなし。で、今のあなたの好きな人。はい。あなたの好きな人。あ、そっちに入ってる。こっちに入ってる。はい。じゃじゃじゃんって真っ白。真っ白。商売いけないっすね。ジャケット、これは狙いで白いの？狙いで白いです。あ、狙いで白いの？狙いで真っ白。へえ。狙いで真っ白にしました。狙いで真っ白なんだ。真っ白。何かを書き忘れたんじゃなくて。真っ白。へえ。狙いで。このまま売ってんだいつも。そうですね、このまま。このいい子ちゃん、いい子ちゃんの方は、うん、あの友達に書いてもらって、絵の方で、こっちはもうこれ真っ白。そっちの方が新しい。そっちの方が古い。あ、古いんだ。最初は真っ白で行って、そうだね、2回同じ真っ白だとどっちの CD か分かんなくなっちゃうから。そう、どっちだろうなっちゃうので。そうだね、赤いシール貼っとくとかじゃかっこ悪いから、ね、はい、ジャケットが赤い方が2枚目でとかね。はいはいはい。ちなみにこの CD とかは欲しいっていう時はどうしたらいいんですか？基本的にライブの会場には置いてありますし、あと Twitter とか Facebook をやってますので、うん、リトリトモンスターです。 Twitter の方がリトモンスター、 Facebook の方が SSW リトモン。はい。じゃあここのところへ CD 欲しいよっていうようなって言ってくれたら、あの郵送なり、なんなり、はい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 、お家が近い人は届けに来ますし。すごいな。そう。でもライブ会場とかでも販売してるの？そうですね。ほうほうほう。会場でライブといえば近々なんかあるのかな？あるんですよ。おう、あさって9月3日に、9月3日、伊勢丹の近くの水曜日だね、水曜日、9月の3日って、9月の3日、はい、なんだっけ、歌歌い始めました、夏の総選挙っていう、ボリューム2、ボリューム2、歌歌い始めました、総選挙、ボリューム2、夏の総選挙、夏の総選挙、夏の総選挙、ま、だ秋だけどな、もう、もう、うん、うん。それは何、ワンマンじゃなくて総選挙っていうくらいだから。そう、私含めて5人のシンガーソングライターさん、はいはいはい、シンガーソングライターさんでこうバトルして、うん、1位になったら、うん、あの鳥、うん、鳥を務められるっていう。ああ、最後にもう一回出てきてやれるよと。最後に。じゃあもう一回見たい人はもう一生懸命応援しなきゃならない。そうですね。一応投票制でお客さんに投票してもらう形なので。他のメンバーはどういう曲調の人たちが出てくる？他もバンド、いや、みんなこういう感じでアコギで歌う感じで。男の子女の子もいる。両方。女は私だけです。あと4人全員男。こう一点。こう一点。まあ、うん、私もちょっと男っぽいところがあるので、そんなことはない。一人の出演者さんには女の子って認めてないとか言われたんですけど、でも仲間っていうかお知り合いのメンバー、割と一応一人
知らない人いますけど、うん、何かしらライブであったり。ああ、それじゃ負けるわけには余計いかないね。そうですよね。あ面白そうだな。夏の総選挙。夏の総選挙。歌歌い始めました。夏の総選挙ボリューム2。はい。ウーフーって読むのこれ。UHU って書いて。はい。ウーフー。ウーフー。場所は静岡伊勢丹のそば。そばですね。うん、あの青葉通りを行ってもらって、はい、で江崎書店の一個裏、うん、一個、うん、なんて言うんだろう、あの時和公園寄りの方を曲がってもらうとあります、はいはいはい、ちょっと下に入る感じで地下の、あ地下なんだね、はい、じゃあ UHU のウーフーという会場で、はい、まあ伊勢丹の方に行って若めの人に聞けばたどり着くかな、ね、多分 UHU のウーフーね、はい、了解です。時間の方は、時間の方はオープンが、はい、夜の7時、会場が夜の7時、はい、で、スタートが開演が7時半、はい、料金、料金は1080円、1080円、1080、安そう、ね、映画見るより安いよ。ドリンク500円払ってます、うん、あワンドリンク500円なんで、ね、はい、うんうんうん、そうですね、じゃあぜひ9月3日の、はい、水曜日、水曜日夜7時に、あそう、それで、うん、どうした、この、うん、ライブのチケットがまだあるんですけど、はい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 、そのチケットを私から前売りで買ってもらった方には、うん、次に作る CD の特別バージョンを買える引き換え券っていうのをつけることにしまして、一粒で二度おいしい、はい、おでそれが一応10枚チケットもらってるので、はいはいはい、10枚、はい、そうするとそれはさっきのリトモンスター、リトモンスターツイッターのリトモンスター、はい、リトモンスター、もしくはフェイスブックの SSW リトモの方へ、はい、じゃあ連絡していただければ、連絡してくれると、はい、秘密のチケットが入ってる、秘密のチケットがあります、スーパーチケットが手に入る、スーパーチケットが1000円、そうですね、はい、一応そのライブ会場とかにも置かない特別版になっております。じゃあ今日もう一曲ね、今から歌ってもらうんだけど、 そうですね、はい、その曲聴いて気に入っちゃった人は、気に入っちゃった人、ぜひこのリトモンスターへ、はい、リトモンスターへ、そうですね、じゃあもう一曲いっちゃってもらえますか、はい、うん、じゃあタールっていう曲を、タール、はい、T-A-R と書いてタール、タール、うん、タバコのタール、はいはいはい、ニコチン、あ聞いてもらえば多分わかると思う、なるほど、はい、じゃあ楽しみにして、はい、お願いします。
私はベッドで夢だけの夢を見て目覚まし時計が鳴って起きる頃には上りの電車も降りてお帰りただいまお酒が RITOMO リトモンスター NSTA リトモンスターリトモンスターです。はー、今のタールっていう曲とかは YouTube とかそんでも聴けるの？いや、まだないです、ね、ないですか。はい、あ、そうだな、俺聴いたことないのかな。そう、まだできたのか。6月ぐらい、私が誕生日を迎える前に作ったので、だから17歳なんです。なるほどね、はい、今18なので、18なのでもう酒は飲める年はなってないね。なってないね、ダメだね、うん、よく青犬さんとかに、よく青犬さん、お前らに言われたくないよ、お前らに言われたくないよ。18はなんだ、結婚していいのか。あ、結婚女の子は16か、ね、車の免許が取れる。そうです、ね、ああ、そうか、そこか、そこですね。あまりにも昔のことすぎて、ちょっと今。でも青犬さんによくお酒飲めよって、昨日もビール飲もう。ビール
イク。はい。まあしょうがないね。そういう人ですか。そういう人ですか、ね。ええ、うん。まあ捕まるのはやつですから。はい。シンガーソングドランカーですから。ドランカーです。ドランカーですか。まあ、まあ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 、ね、まああと2年待つよって言ってくれます。そうね、まあだめ、まあだそのじゃあ気がすすいないよ純粋なもんを触るな本当にパパですね、うん、父です。父です。じゃあた一応 YouTube に何曲かくらいは聴けるよね。載ってます。はい。他に聴けるっていうと他に、まあ、ライブ来てくれると、うんうん、一番嬉しいかなっていう。そうだよね、ライブ来てくれるとね。そうですね。じゃあもう一回そのライブの告知しといちゃおうかね。そうですね、うん、9月の3日に、はい、水曜日、水曜日静岡ウーフー伊勢丹の近くのウーフーで歌うたい始めました、はい、UHU と書くウーフーというライブハウスです。そう、歌うたい始めました。はい、夏の総選挙ボリューム2ということでね、はい、他のシンガーソングライターさんも、うん、5人、5人でやる ?4人、私含めて5人5人5人他は男ばかりの中、男ばかりですね。こう一点で、はい、今の澄んだ声を聞かせますので、はい、ちょっと鳥を狙って、1位になると鳥でもう一度聞けるという。もう一度聞ける。で、チケットが、こちらのリトモンスター、ツイッターのリトモンスターの方へ、はい、注文してくれると次回の新曲のそうですね、スペシャルバージョンがゲットできる。スペシャルバージョンが、うん、10枚限定なので、はいはい、本当に。で、会場ではこの CD 売ってます。2枚、これ手作りなので、完全手作りなので、おーほーほーほー、1枚500円で。そうですね、自分でこう折って、紙を折って、えらい作ってます。じゃあこのぜひお買い求めください。はい。そんなわけでだいぶいい時間になってきましたけど、ね、何か他に言っときたいことある？まあ、うん、ライブに来てくれると嬉しいそうだね、やっぱ、ね、やっぱライブで聞くと全然よく言われるんですよね、CD とライブは全然違うねとか。あー、よく言われるので。そうだ、俺 CD 持ってないから、ああ、聞いてないから後で買ってきますね、はい、ありがとうございます、はい。CD でもう一回聴いてみて。ああ、そうですね。そうか、俺は逆に贅沢にライブばっか聴いちゃってるんだね。わあ、ありがたい、 ありがたい。路上ライブとかもやってんの？はやってない。路上ライブはやってないです。あ、やってないんだね、うん、了解、はい。じゃあ今度の9月3日ウーフーの、9月3日待ってます。ウーフーで夏の総選挙、はい、歌うたい始めました。ぜひ行ってみてください。じゃあそんなわけで今日は地元静岡で活躍中の高校生シンガーソングライター、はい、リドモちゃんに来てもらいました。ありがとうございました。つばもく TV、 つばもく TV、 バイバイ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よし。